その人材配置についてどういうふうにしていくといいのかみたいなところ、うん、交流分析っていう交流分析、まあ、心理学の理論があってですね、うん、はいはい、あの診断だけだったらタダでできる。あ、そうなんですね。あのここに出てくるかもしれないですけど、また概要欄かどっかに、はい、この診断ツールが、はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティング古書社長の仕事だということですね。ちょっと甘噛みしましたが、高木と強引に行きますが、今日は山際さんをゲストにお迎えして、この程度は噛んだうち入らない、入らないです。これはギリセーフとみなしましょうということですね。今日は山際さんに来ていただきまして、放送していきたいと思います。よろしくお願いします。山際さん、あの人材、人事関係の人事関係です、ね、コンサルティングという形でしていただいておりまして、はい、まあ、ダイレクト出版も関わせていただいておりますということなんですが、はい、今日はですね、うん、あのまあ、社長さんにこうマネジメントだったりとか、うん、まあ、人材 の, この悩みだったりとか話をお伺いすると、まあ、どこにその誰をこう投与したらいいかとか、うんうん、人材配置の部分 で、ね、まあ、どういうふうにしたらいいのかわからないっていう方が、うん、まあ、結構いらっしゃるというか、うん、まあ、向き不向きも実際あったりとか、うん、あの本当にいいところに置いたらすごい成長して、うん、でも逆に違うところに行ったらなんかこう、ね、うん、うまくいかないみたいなのもあったりすると思うんですが、ありますよね、その人材配置についてどういうふうにしていくといいのかみたいなところをお伝えできればなというふうに思うんですが、ね、それ知りたいですよね。知りたいですね。なんか結構あるじゃないですか、まあ、多分スポーツとかでも一緒やと思うんですけど、なんかポジションが変わったらすごい生き生きしだすとか、でも逆に違うとこ行ったら全然活躍できないとかっていうのは、まあ、サッカー僕もやってたんで結構ポジションによって生きる生きないみたいなのはあったりとか、サッカーどこやってたんですか。僕ディフェンスですね。ずっとディフェンスやってました。なるほど。ディフェンスをやってたって話です。オフェンスに行くと何が嫌なんですか。嫌じゃないですよ。行きたかったんですよ。行きたかった。そうなんですよ。昔はそうやったんですよ。でもその小学校の時はオフェンスっていうかフォワード、あの点決める、メッシとか、メッシはでもフォワードじゃないですかね。誰やろ。まあそうです、攻める、そうです、やったんですけど、あの小学校の時に、うん、あの僕フォワードで割と活躍、自分で言うのもあれですよ、うん、割と活躍してたんですけど、一番うまい子がディフェンスやったんですね、うん、でその一番うまい子があのフォワードやりたいと、でその子が一番うまいんで点も絶対取れるんですよ、うん、でもディフェンスずっとやってて、うん、いやもうフォワードできないんだったらやめるってなって、うん、でその子が一番うまかったんで、うん、でやめられたら困ると、うん、なんかフォワード行くみたいので、うん、それで入れ替えみたいになったんですよ、うん、でその子がまあ普通に活躍して、うん、で僕はディフェンスになり、そっから中高とずっとディフェンスですね、うん、ディフェンス合ってます。まあ合ってるんじゃない、で大きいんで身長が、ね、だからヘディングバンバンしてたんで、ね、そうそうやってたんですけど。なるほどね。そうなんですよっていう背景がありますが、僕だったら、はい、まあ高木さん最初からディフェンスですね。あ、そうなんですね。へえ。今日はね、それなんでかっていう話なんで、はい、データがあるんですけど、はいはい、データがまあ今ここに出てるんですけど、このパソコンに高木のデータが、高木さんのデータが出ている、出ているということなんですが、これはね、イメージでいくと、はい、まずディフェンスかオフェンスかだったらディフェンスが合ってるのと、はい、うんうん、どっちかっていうと後ろからガンガン指示出す感じ、はい、ああそれずっとやってましたね。やってたでしょ。ずっと声出して、ね、これ打ち合わせしてないですよね。してないですね。はい、むちゃむちゃ声がでかいんですけど、ずっと声出しだから声がでかいってだけです、ね、ああそうだね。はい、そう、どっちかっていうとその周りにこう指示を出して、で、まあ、状況判断も割と冷静にできる、うんうん、あんま熱くならない感じ、うんうん、ね、相手を熱くさせようと計算しちゃうぐらいな、へえ、そうなんです、ね、相手の嫌なことをすると。はははあ、はい、で、なぜ、うん、あの高木さんをディフェンスに置きたいかっていうとですね、はい、実は高木さんはある診断をやったんですけどね、はい、これ何の診断なんですか。ちなみにこう見ている方は全然分からないと思うんですけど。分かんないですよ。めちゃくちゃです。これ、はい、あの交流分析っていう、交流分析、まあ、心理学の、まあ、理論があってですね、うん、はいはい、その中でその人の、まあ、社員のね、うん、みんな の, その個性というか、うん、正確に言うと自我状態っていうんですけど、うん、それを把握するために、まあ、いくつか質問があって、
はいはい、でその質問に答えてもらってアンケートの結果を集計すると数字がわーっと出てくるっていうやつがあるんですよね、はい、でそれで分析した結果なんですよ。で指示を出しやすいっていう性格もまさにそのとおり出てるんですね、はい、では後でちょっと説明しますけど、はい、それでポイントはですね、はい、あのまあ、大きく分けて3つあるんです、はい、で1つが親、うんうん、親っていうのはあの自分の親って両親っていうか親ってことですね、はい、でもう一つが大人っていうのと、うんはい、もう一つ子供っていうのです、うんうんうん、で人間って生まれてから子供から大人になり親になるじゃないですか、うんはい、でまあ親との関係とか人間関係の中、うんまあ、大学とはまあ中高小学校で育ってきて、うん、だんだん大人になってきていずれ親になりますと、はい、実はそれぞれの人間の中にその人の中に、うん子供の要素と大人の要素と親の要素っていうのがあるっていうのがその交流分析の基本のなるほど。これ見ていただいている方も皆さんあるってことですよね。皆さんあります。子供、大人、はい、親と、はいはいはい、それであの大昔の交流分析はその専門家の先生がいて、はい、その人がこうその人の行動を見て、はい、この人は P が何点 A が何点 C が何点だなみたいなこうやってたんですよ、うんうんうん、はい。でその PAC もちょっと複雑になって分かれてきて親で2つ、うんうんうん、で子供で2つ、うん、で大人は1個で全部で5個だったんですよ、はいはい、で親っぽいところを2つなんですけど父親風と母親風へえはいはいでもう一つは大人とで子供は自由な子供と、うんまあ、聞き分けのいい子供うん、うんうん、この5つをこう20点でスコアにするっていうのをう、まあ、作ってこれは、ねはい、九州大学と、はい、東京大学の、はいまあ、医学部を、はい、作ったと言われています、うんうんまあ、文献も出てるんで、まあ、それを使ってるんですけど、うん、なるほどなるほど、うん、それをやるとですねなんでディフェンスがいいかっていうとですね、はい、高木さんの場合はその攻めタイプなんですよ攻め意外にああ意外に攻めると攻めるっていうのは動いて解決するタイプああはいはいそうですね動いて解決する、うんうん、ねでそのチームのいろいろ事情があったんだと思うんですけど、はい実はチームって勝つことじゃないですか目的はそうですね、そうですね勝ちたいですよね勝ちたいですねだからまず点を取らなきゃいけないと、もう一つは点を与えたくなるわけですうんそうですねでディフェンスの人が動き回りタイプがいい理由っていうのが実はあるへはいはいはい何だと思いますなえディフェンスが動き回りたいっていうのがディフェンスが動き回りたいタイプの人を置いといた方が強いって言われてますね、はい、へえ逆な気がしません、まあ、確かに逆な気はしますけどなんでなんですかねディフェンスでオフェンスは逆に、はい、同じことを淡々と繰り返す守備的な人を置いといた方がいいって言われてへえなんでやろパターンみたいな、あ、相手によって変えるみたいな感じですか？あ、いいとこ言ってる。相手によって変える。惜しい。惜しい。惜しい。状況がよく変わるからみたいな。はい。自分がもし相手チームだったとしたときにですね、はい一番相手にやられて嫌なことは何ですかって考えるんですか？まあ確かに、うん。そればっかり考えてましたね、なんか。うん昔あのサッカーでさめっちゃ嫌なやつそれはねディフェンスの人は、うんうんうん、オフェンスからしたらディフェンスってボール取られるのが最悪じゃないですか、はいそうですね、シュート打ってガードされるんだったらまだいいですけど、うん、取られたら嫌ですよね、うん、つまりディフェンスの動きが予測できないのっていうのがオフェンスって一番嫌なんですよ、うんうんうん、で取りに行ったでしょまあそうですね。ガンガン行きますね。ガンガン行きますね。それがね、相手にとって一番嫌なんですよ。ああ、ふん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 。守備なんだけど、へえ、面白。怖いじゃん。うん、相手、うんうん。こいつまたなんか取りに行くかもしれない。うん。ね、ドリブル突破しにくくなったりとか、うん、ちょっと躊躇したりするじゃないですか。うん。で逆に、はい。オフェンス、攻め側、はい。相手のディフェンスにとって、うん。一番嫌な攻撃のされ方って何だと思いますか相手のディフェンスにとって一番嫌な攻撃のされ方一番嫌なんですか一番嫌難しいですね一番嫌なパターン攻撃
一番嫌なパターンですよね、うん、一番嫌なこういうパターンって何ですかね。何が一番嫌やったやろ。攻撃されて嫌な時、まあ、シュート打たれるのが一番いいですよね。シュートもね、はい、だけどほら相手って攻撃何回もしてくるじゃない、はい、何回もされた時に、はい、同じパターンで来られるのと、はい、そのたんび違うパターンでやるのとどっちがやりにくいですか。毎回違う方が僕はやりにくいです、ね、って思うでしょ、はい、ところが人間って、はい、同じことをずっとやり続けてサッカーなんて、はい、足でやるスポーツだから、はい、失敗するんですよ何回か。ああ、うんうん、なんで、うんオフサイド何回取られても常に同じ裏を取ろう、はい、裏を取ろうみたいな、同じことをやられてるとそのうちオフサイドラインをなんかトラップ甘くなって裏取られちゃったなのでこの守りタイプの人って同じことを何回も何回もやるの全然苦にしないの。あでこの典型が昔のワールドカップの代表のあれ多分代表決定の時の試合だと思うと野人岡野って言ったじゃないですか。あの人永久に走ってたんですよ。へあれすごい嫌なんですって。もう走るだけ、うんうんうん、とにかく走らせる。確かに毎回失敗したけど最後に1回だけ成功して、うん、それで日本はね勝ったわけじゃないですか、うんうんうん、あれなんですって。へー面白だから攻めたいの人は実はあのオフェンスには合わないらしいですよ。へえ、じゃあ僕の監督の采配は合ってたってことですね。うん、なるほどなるほど。その背が高いということを置いてもね、うん、キャラクター的にディフェンスの方が相手に嫌がられる。っていうこと。なるほどなるほど。これちなみにこの見てる方にどう生かしていくといいんですか ね、これは。どう生かしていくかというと、まあ無料のサイトみたいのもあるんで、あ、その、まあ、はい。はい、そういうのやってみるのもいいんですけど、うん、まあ、CPNPAFCAC っていう、うん、で P がついてるのは親、 P が親、 A がアダルトの、はい、A、うん、大人、 P はペアレントですね、うん、アダルト、 C はチャイルド、うん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 、で C っていうのはクリティカルペアレントって言って厳格な親、うん、NP っていうのはナーチャリングペアレント、ナーチャリングってねマーケティング用語出てきますけど、うん、育成養育的という母親みたいな、うん、ナーチャリングペアレント、アダルトでフリーチャイルド、自由な子供と、うん、アダプティッドチャイルドって言ってその、まあ、適応した、うん、でこのバランスを、まあ、見て、うん、で、うん、まあ、こう5個も取るんでこう波になるんですけど、はい、その波の形を見て、うん、そっかこいつは攻め方かみたいな、あ、指示出しやすいやつかみたいなのをですね、見極めていくっていうやり方ですね、うん、でこれね、これだけでね多分2時間ぐらい喋れる。あ、この交流分析の話だけで2時間いけちゃうという、はい、2時間いけますね。なるほど、セミナーやってもらう感じに、うん、でもまあいいかもですね。じゃあ なんですか、5分でというか、うん、1分ぐらいこうサクッとこうご自身でまあ使っていただくだったりとか、うん、まあ、その部下の方に人材配置とかどういうふうにしていったらいいのかみたいなのを軽くこう、軽くね、はい、軽くやろうとすると3つだけ見てくださいと、はい、1つはその子どもの FC と AC の工程を見ます、うん、子供の工程を見ると、子供の工程、はい、まあ、2つ、これまあ田上さんの場合は、はい、FC が8点、AC が3点、うんうんうん、FC の方が高い。FC って何でしたっけ？フリーチャイルド。フリーチャイルド、自由な子供、ね。自由な子供、だから動きもあるんですね。はいはい、ああ、なるほどなるほど。割と活動的になります。うんうんうん、で、次に、CP と NP。CP と NP。お父さん因子とお母さん因子。うんうんうん、で田上さんは CP15 の NP11 なんで、はい、どっちかというとお父さん。うん、要は、まあ、うるさ型親父、うるさ親父ですね、うるさ親父、はい、よろしくお願いします。うるさ親父めっちゃ嫌なやつじゃないですか。浮気もあるうるさ親父は嫌ですね。そう、嫌やけど自分のことですかね。なるほど、そう、はいはい、だから後ろから動き回って指示を出すって言ったのそういうことなんですね。なるほど、そういう、うん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 、で最後に見るのが、はい、A っていうアダルトなんですよ、うん、これが一番高くて15点、あ、16点あるんですよ、うんうんうん、でこれ何見てるかっていうとデジタル派かアナログ派かってみたいな。へー、感覚派か、はい、こう分析派がある、うんうんうん、どっちかというと分析派なんですよ。ああ、うるさ型の自由な子供で分析する、うるさ型の自由な子供で分析型、なんか結構逆行してる感じが。そうそうそう、バランスを見ると一番高いのはやっぱりその A っていうね、その分析、うん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 、まあ、順番としては分析で分析力があって、うん、ちょっと口うるさくて、うん、
で、まあ、どっちかっていうと自由に動く感じ、うん、な仕事は長に注目してうん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 、なるほどなるほど。じゃあそのなん高低差というか、うん、そのグラフによってフィットする仕事が変わってくるみたいな。なるほどなるほど。もうこんなの使いながらコンサルやってるんで、あ、組み合わせも本当無限だし、うん、で人によってその時が経つと変わったりする時もあるんでね。あ、その波形がというか、変わる人もいますよ。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。じゃあまあこれ見ていただいている方が使うんだったらその3つのポイントというか、うん、3つで、ね、もらったらいいと思いますね。うん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 、なんかその無料で使えるやつとかなんかあったりするんですかね。無料で使えるやつはね、あのなんかいいですよ、あの診断だけだったらタダでできる。あ、そうなんですね。あのここに出てくるらしいんですけど、なんか概要欄かどっかにその診断ツールが無料で使えるということなので、ダイレクトなんかレスポンスチャンネル、はい、レスポンスチャンネルですね。レスポンスチャンネル見ましたって、あ、やりたいですってなんか送ってもらいましょうか、うんうん、そうですね、はい、それコメントにってことですかね。コメント欄に。わかりました、はい、じゃあコメントしてくれた方には無料で使えるかも、はいはい、かも、まあ、大丈夫です、します、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、 概要欄の方に、うん、自診断ツールの方は、うんうん、URL をリンク貼っておきますので、はい、まあ、そちらからですねご自身の診断をまあしてもらって、うん、どんな感じなのかっていうのを見てもらったら、はいはい、いいかなと。なんか、うん、こんな人ですっていうのも出てくるんですよね。もう出ますよ、うん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 、はい、解説書がドワーッと出ます、ね、あ、なるほどなるほど。じゃあそれまあ部下にやってもらったりとか、はい、まあ、自分でやってもらったりとかして、はい、こう考えてもらうといいんじゃないかなという感じですね、はい、うんうん、ありがとうございます。はい、ではですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。